先月の記録的な大雨について現時点で被害総額がおよそ890億円に上ることが県のまとめで分かりました。県は先月の大雨にかかる災害対策本部委員会議で最新の被害状況を説明しました。被害額は公共土木施設でおよそ755億円、農林水産業111億円、教育施設5000万円、商工業関係 22.6 億円で、総額は889億円に上ります。この被害額は過去最大だったおととしの480億円を大幅に上回っています。今回の会議では、河川や道路など公共土木施設での被害額が明らかになり、今月19日現在の推計額581億円からおよそ170億円増加したということです。被害状況はすべての分野で現在も調査を継続しています。また県は現在発生している台風10号についても注意を呼びかけました。4月末からの豪雨大雨によりましてだいぶ地盤が緩んでいるところがまだございます。十分な備えをしていただければというふうに思っております。